お久しぶりです。今日は何するんだ？今日は、無料の実写モッド紹介。です。今回は有料じゃないんだな。たまには無料のやつを紹介したいなと思って、今回紹介する車はこちら。ホンダオデッセイ US です。日本だとラブレートって名前で売られていた車だな。オデッセイは日本と US で違う進化してるからデザインが違うんだよね。US だとこの2台目からスライドドア化して、日本だと5台目からスライドドアになったな。このデザイン好きだから、ゲームでいじれて嬉しいんだよね。なかなかゲームで収録されることなさそうだもんな。しかも内外装綺麗に作られてるからさらによし。次は内装を見ていこうか。お、内装もちゃんとあるな。このモード最近アップデートされて内装も追加されたんだよね。最初は内装がなかったんだよ。GT のスタンダードカーみたいな感じだったのか。外観は完成されてたんだけど、ウィンドウがフルスモークになってたよ。23年の11月にアップデされて今の形になったんよね。21年に初期版が出たから2年後にアップデされたよ。よくそんなに覚えてるな。待ってたのもあって覚えてた。ボンネット以外は開きます。モッドの中にはリアのドアが開かなかったり、トランクが開かないとか、いろいろとばらけてるんだよな。これはボンネット以外は全部開くしいい方だね。そういえばこれはカスタムパーツはあるのか？カスタムパーツはないです。ペイントはメインとサブカラーがあります。サブカラーは内装の色を変えれます。これはお前が好きそうなやつだな。内装の色変えるだけで印象変わるから好きなんだよ。メインカラーはボディの色を変えれます。まあメインは基本ボディカラーだもんね。以上で今回の動画は終わりです。無料のモッド紹介もこれから数増やしていきたいな。ドライブ動画もそろそろ出したいね。もう録画済みだからあとは編集だけだな。やる気起きてくれ。頼む。やる気はお前次第だから、他力本願寺はできんぞ。は、早めに編集するようにします。絶対遅くなるやつやん。それではご視聴、ありがとうございました。皆が認めるヒットメーカーもきっと家では気にする近所迷惑ふと口ずさんだメロディーラインでみんな死ぬまで踊れ。インド